まあ、もうこの辺りも名古屋なんでね、何だってありますからね。いや、感動か。めちゃくちゃ居抜いたなって感じが。すごいな。感動結構どんな居抜きでも作りますよね。あれもなかなかすげえな。土もある。これから線も閉まって。ラウジングセンター違うな。もうそうか。ね。城もある。もみおくしもある。なんでもある。あるある。街角屋がある。あ、でもそうか、夜食買ってあるから、別に。街角屋好きなんですけどね。ご飯ね、がっつり食べれますからね。定食頼むとご飯がおかわり自由のね、タイプですもんね。今どれぐらいなんだろうね。でも多分、大戸でやつか、競合地とどうなったら、宮本村市。でも宮本村市だいぶなくなっちゃっていましたしね。あとはなんだ？あ、あれか。名前出てこやん。四日市も泊まりになりますね。弥生県。あなたがね、今日はね、多分ね、弥生県よりも、価格帯ちょっと安くなっとる感じだと思うんですけどね。これ大江町内来てるから、あれか。
まあ、この前あれですよね、多分大江駅のところで歩いてきたところらへんですよね。これ横が、あ、そうですね、大江駅ですね。そうですね。前ここの歩道橋も渡って行ってましたもんね。懐かしいな。何の企画だ、ここのやつ渡ったんだったっけ。なんかウルトラシャバ企画だった記憶はあるんだけど。何かでちょっとショートカットするようなネタがあったんですよね。それで、大江駅から、あっちまで一貫散歩するような。ありましたね。あれ、何の企画でやったんだったっけな。でも確か青春18切符使っとったもんな。あ、思い出した。あれだ、大江駅と大江駅を間違えてしまっただ。シャバ企画の割には移動が過酷っていう、どこだったっけあれは、山鉄道じゃなくて、京都三国鉄道、うん、京都丹後鉄道の大江駅から、名鉄の大江駅に行くっていう。それで大江駅に来たもんで、あれでしたね。そこから JR に乗り換えて、JR のフリーキップでも取ったんで。まあまあ無謀な企画やってますよね。しかしまあ広い。さすが名古屋の道ですね。片側4車線から右折専用レーンができて、片側5ありますよ。これ下や本通り、大通りでも何でもないですからね。普通の幹線道ですね。一番星、あ、ここ一番星。名前聞いたことあるわ。東海通りの方が行くかな。それも手だな。あっちのはまあ途中で行ったとだったら何かしら休めるところもあるしな。ここですね、東海通り。まじめこれ東海通りで、行ったら、どうせ途中で1号線の方にまた合流していくんですけど、こっちの方が入りやすい店が多いんだよ。中南買っても。